はい、皆さんどうもこんにちは、いぬと申します。よろしくお願いいたします。今回ツイステのねガチャを引いていきたいと思います。ゴーストマリッジっていう今イベントやってるんだけど、それが今やってるやつともう一個別にあって復刻版があって、今は復刻版古い方のあのピックアップのガチャをね引いていきたいと思います。闇の鏡に導かれし、闇の鏡、こっちないんだよな。この鏡が喋ってくれるんだけど、これ3パターンあって、この今言った闇のなんとかと、あともう一個、なんだっけ、何時のなんとかかんとかと、あともういざ導かんがあるんだけど、いざ導かんが一番よくって、それが出てくれたらもう確定なんだよね。いいやつが出ますよっていう。なんか正直それを待ってた。うん、全然違かった。誰だ？あ、これあれか。R か。これ一番左上に、R って書いてるんだけど、これあの、レア度表せて、R、SR、SSR があって、SSR のね、やつが欲しい。最初に、出てた、エーストラップラ君っていうのが SSR で、横にいたエペル君は SR なんだけど、まあ、どっちもイベントの、イベントとか、イベント仕様の、服装というか、カードで、それのやつが欲しい。正直な話。出てくれるのかな、まあ、全然出てもらっていいんですけど、ただ、確定演出全然なかったからね。大丈夫？そこだけ不安だった、今。全然出ねえじゃんと思った。一番最初の、なんか建物が映った時に、テラスのところにグリムっていうなんか猫のキャラクターがいるんだけど、その子がいるのと、あと羽が落ちてきた時に、1枚か2枚って決まってるんだけど、2枚で、で、最後の鏡のセリフが、いざ導かんだったらもう最高だね。それを待ってる。誰だ？ワンチャンエペル君来たんじゃない？あ、来た。これ今回のイベントのやつね、エペル君。おー、いいね。待ってたよ。演技でもプロポーズするのって、ちょっと緊張する。練習とかした方がいいかな。そう、今回のイベントは、ジューンブライドとかウェディングとか、あっち系のやつだから、みんなそういうのをモチーフにしたキャラクターなんだよね。すげえな。ストーリーで言うと、女の子のゴーストがいるんだけど、その子が、理想の王子様をなんか追い求めてるみたいな話なんだけど、もう、なんだろう、まあ、今までもう何百年とずっと現れてなかったから、どうせ今回も現れないよねっていうテンションで生きてたら、まさかのある人が選ばれちゃってみたいなストーリーなんだけど、お、ジャミジャミだ、出た、友達が好きなやつ。ただなぁ、持ってないやつってか、なんだろう、SSR が欲しい。正直な話、それみんな欲しいだろうけど、一番いいやつが。わあ、欲しいんだけどな。そう、この今、リミットブレイクって書いてるんだけど、これが、なんか同じキャラクターが出ても、なんか、もともと、1体だけ出た時って、レベルの上限決まってるんだけど、それの上限が上げられるんだけど、なんか持ってないやつだったら、まだいい。リミットブレイクも仕切っちゃってる。ああ、いなかった、ここね。ここに出たら、グリムがいいんだけど、出なかった、全然。でも、羽2枚だったな。いいよ、いざ何時の方だった。これ2番目に言うね。違う。いや、まあ、まだマシだけど、違う。欲しかったのは、そっちの言葉じゃない。いざ導かんの方なんだよな。そっちじゃない。ワンチャンリミットブレイクしてない SR か、もうゴリゴリちゃんと持ってない SR が欲しい。正直な話。まあでも一番の理想は、SSR が欲しい。いいんですよ。エーストラポラ君出てくれても。よろしくお願いします。誰？ワンチャンエペル君かな。だよな。そう、ピックアップだからね、どうしても出やすいんだよね。前回のフロイドのガチャで言うと、あの、おかっぱん、そう、ルークか。あの人みたいな感じ。あ、来た。待って、棺桶豪華、これわかる？え？俺が、あなたを一生幸せにします。って感じ？マジか。え、出た？え、これ欲しっか、え、マジ出た？どうよ、どっからどう見ても理想の王子様だろ。え、出た？これ欲しかったやつ。え、マジ？え、20連目で出た。しかもこれ引いてるの、アイテム使ってるんだけど、なんだろう、モンストで言うと、待って、一番しょぼいやつで持ってないやつあったの？こういう服装、僕は好き。別に無理して言ってるわ。え、びっくり。え、一番しょぼい難易度のやつって、これやってる人だったらわかるけど、あのマジでもういつ引いても正直出るんだよ。え、マジ？え、びっくり。まあでもそうだよな、ガチャあんま引かないからな。アプリ始めたての時と、あとは前回の動画出した時ぐらいしか引いてないから、まあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、え、持ってないキャラクターいたんだ。
気づいてなかった今。すごい、そこにびっくりしてる。すごくない？一番レアな新しいやつ来て、その次に一番ランクがレアとかしょぼいやつの持ってないやつが来たからね。ちょっとおもろいな。マジか。すげえ。マジか。そんなことある？すげえな。まさかのだったな、今。え？あ、いや、これマジで。ワンチャン驚いてる人いると思う。え、まだそれ持ってなかったのって大丈夫？本人も今めちゃめちゃ驚いてる。え？持ってなかったんだ。めっちゃおもろいな。マジか。なんで持ってなかったんだろう。まあ、なんで持ってなかった、まあ、それガチャだからね。出てないだけだけど。びっくり。しかもあれだね。10連ガチャのだいぶ序盤の方に出たんだね。このエーストラッポラ君。だいぶあるじゃん、続き。あ、3回目か。すげえ、マジか。どうする？終わった。いや、まあでも、これ、復刻版だから。1個増やして、これ、ゴーストマリッジの復刻版。だから今、新しいやつが、あ、間違えた。ごめん。ジェードじゃない。間違った。もう引かなくていいから戻るしたかった。これこれが今回のイベントだね。イデアっていうキャラクターなんだけど、イデア取りに行こうか、せっかくだから。でこれガチャっていろいろ引き方があって、これ今から自分がやるのはマジカルキーっていうフロイドのガチャ引いた時と同じガチャの引き方なんだけど、モンストでいうオーブ、パズドラでいう魔法石みたいな紫色の石があるんだけど、紫色の石でガチャ引けるんだけど、それと別で、なんだろう、自分が持ってるポイントで交換できたりとか、あとイベントの時に交換できたりとか、まあ、いろいろ入手方法あるんだけど、マジカルキーっていうのがあって、それが、単発分と、一回一回引けるやつね、と、10連が引けるガチャがあるわ。何時の方だったか。全然いざ導かん来ねえじゃねえか。それを、引けるんだけど、そう、前回残りがあったから、一応マジカルキーから言ってる。やっぱりなんだろう、魔法石使いたくないじゃん、あんまり。いや、まあ、いずれは使うけど、あ、これ持ってないやつだ。見たことないもん。ジェイド来たー。入学式が懐かしいですね。あなたは。あ、ごめん、手が当たった。やばい。ナイトレイブンカレッジの話してたのに、ごめん。すごい、なんかこれ、もう連続で撮ってるから、あんまりなんか SR は見てるけど、R の時パンパン飛ばしちゃってるからごめんね、やっちまった。あ、アズールだ。初めて見た、このアズール。アズールならどんな願いも叶えてくれる。その噂、本当かどうか確かめてみますか。何それ、マジすげえ。叶えてほしい。まずは、チャンネル登録者数を1000人超えにしてほしい。いや、まずはってもう何個もお願いするつもり満々だったけど、すごくない？ロンナってすごくない？なんかやっぱり無理難題あるじゃん。これは無理だな、みたいな。なんでもいけるってマジすごくない？わー、すげえな。あ、リミットブレイクマックスだ。もうオルト君。このオルト君が出ちゃったら、アイテムと交換になっちゃうから、違う SR 出てほしい。ワンチャン SR 出るんだったら。ただ、なんて言うんだろう。アズールもともと欲しくって、ただアズール押してるとかじゃなくって、あ、ごめん、押してる人がいたらごめんなさいなんだけど、そういう意味じゃなくて、SSR のリドル君持ってて、SSR のカードだったら、デュオ魔法っていうのが使えるんだけど、デュオ魔法を使える相手ってちょっと決まってて、自分が持ってるそのリドル君のカードのデュオ魔法の相手がアズールなんだけど、アズール実は1枚も持ってなくって、SR の。だからちょっと出て嬉しい。なんかね、やっぱりガチャそんな引かないから、せっかく SSR 当たってもデュオ魔法の相手がいなかったりするから、魔法使えなかったりするんだよな。とりあえず人さえ決まってたらカードはどうでもいいんだけど、闇の鏡に導かれし、なんでだよ、いざ来いよ。いざ来いよ、お前だけど。やべえな、頑張りいいんだよ。あ、でも SR 来た。誰？いいですよ。誰ですか？お、トレイパイセンだ。トレイパイセン、なんかストーリー読んでる人だったらわかるけど、タルト作ってくれるんだよね。首をはねられたくなきゃ、式典の間ぐらいはおとなしくしていてくれよ。やばいね、首絶対はねられたくない。もう頑張っておとなしく生きていくわ、そうなったら。そう、なんかこれ各寮があって、その各寮のストーリーがあるんだけど、今まだちょっと全部はまだ実装されてないんだけど、で、トレーパイセンがいるところ一番最初にあったんだけど、そこでタルト作ってくれるんだよ。超美味しそうだったからね、食べたいな。もうちょっとお腹減ってきた。羨ましかったもんな、マジで食べたかった。だからその結果首をはねるの意味が分かってくる、読んでる人だったら。誰？お、ジャミジャミだ。え、このジャミジャミ持ってないの？マジ？あれ？も、マジ？あれ？式典の日は準備することが多くて忙しいんだ。面倒事はごめんだぞ。
そう、これもジャミジャミの量はもうすでにストーリー出てるから読んでる人だったらわかるだろうけど、ジャミジャミはね本当にね忙しい、大変なんだよ。てかマジか、なんか友達がジャミジャミ好きだから、なんだろう、もう何回も見たことあるから持ってるテンションだった。持ってなかったんだ、びっくりびっくり。あ、いいよ、リピートアフターミー、いざ導かん、せい。何時の魂の形を見せよ。いやいや、闇の方よりいいわ。ただな、いざ導かん、いいんだよ。でもワンチャンこのセリフの時出てたから全然可能性ある。あとは棺桶が豪華かどうかだけ。あー、おじさんか。え、あ、そう、このおじさん見たことないわ。式典、堅苦しいのは好きじゃない。確かに好きじゃなさそう。これ何度おじたんって呼んでるかっていうと、これもストーリー出てるんだけど、本当におじたんって呼ばれるんだよ。あ、もちろんなんかみんなに呼ばれてるわけではないけどね。え、さっき見たな、このアズール。あ、どっかで見たなと思ったら見たてほやほや。もう本当に今さっき見た、びっくりした。おお、もう声だ。え、これ大丈夫？もう、え、怖い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 。え、何、一回出るキャラ出やすいとかあんの？前にさ、モンストのガチャ引いた時もさ、なんかびっくりするぐらい同じキャラクター出ててさ、あ、何だったんだろう。え、再び？それ再び？なんかそういう魔法かかってんの？だったらなんか SSR が秒で出る魔法とかの方がありがたいんだけど。だ、動画的に長さが足んないかもしんないけど、いやもうそれでもいい。でも欲しいもん、SSR が。誰？おじたん再び来た。でもこれは持ってる、これは持ってる。見たことあるもん。ちゃんと。わかるわかるわかる。大丈夫。いや、そういうことじゃないんだよな。すいません。ニフェンちゃんアズールすごいな。なんならこれの前にも出てたのに。めちゃめちゃ出てくるじゃん。いや、まあでもいいいい。まだリミットブレイクがマックスまで行ってないから。マックスまで行ってたらな、マジブチギレだったかもしんないけど。いざ、いざ導き。何時の魂の形を見せ。なんでだよ、マキオ。こっちでも出ることはもう実証されてるからいい。頑張れ。もうお願い。あとはもう豪華な棺桶だけお願いします。よろしくお願いします。いいですよ。豪華な棺桶出てきてくれてもいいんですよ。光キラキラいっぱい飛んでもいいんですよ。よろしくお願いします。まだか、それ R だぞ、知ってるからな。もう R って分かってるから、こっちもパンパン押してるんだから分かってるからな。いいんだよ、出てもいいんだよ。出す気ある？大丈夫？ちょ、本当に、あ、豪華じゃなかった。誰？お、リドル君だ。さっき言ってたキャラクターだね。あ、あ、え、あ、これ持ってないのか。実験と料理は似たようなものだって言うけれど、全くそんなことはないと思う。え、似てる？なんか実験したことないからわかんないけど、あ、まあでも言いたいことはあんまわからんでもないかもしれない。測ってみたいな、混ぜてみたいなこと。でもどうなんだろうな、似てんのかな。お、シルバーだ。このシルバー初めて見た。そりゃそうだよ、ミュウだったもん。俺を呼んだか。いや、呼んではないけど、大丈夫か。よく寝れたな、今のこの一瞬の間で。心配になるわ、大丈夫か。お、リリアだ。同じ量の子だね。あ、やっぱりニューヨーク見たことなかったもん。式典には因縁があるんじゃ。わしではないぞ。もっぱらマレウスの話よ。すごいね。見た目と話し方がちょっと合ってないというか、すごいびっくりした。初めて聞いたときに。声も思ったより低かったし、喋り方もちょっとなんか特徴あるじゃん。あ、いない。全然クリーム来ねえな、マジで。なんで？バグ？バグではないだろうけど、もうあとはいざ導かにかけよう。闇の鏡に導かれし。一番しょぼいやつじゃないか。なんでだよ。もういざ導かん来いよ。全然来ねえじゃねえか。なんで？誰？誰？もう全然棺桶豪華じゃなかったけど、誰ですか、もう。お、エピル君だ。このエピル君見たことない。だよね。持ってないよね。見たことないもん。おめでとう。よかったね。僕に構わないで。その方がお互いのためだよ。あれ、こんなシーンあったっけ？てか、そんな感じの時あった？あれ？誰？棺桶豪華じゃないけど持ってないやつだったらいい。誰？おじたん来たー。でも大丈夫。このおじたんはまだリミットブレイクがマックスに達してない。いい、まだいける。80までかな、確か。なんかね、上限決まってるんだよね。SR は80までじゃなかったかな。全部80だったかな、ちょっと忘れちゃったけど。いや、いい、大丈夫、まだいける。まだいけます。頑張れ。参るよ。頑張れ。いけるよ。頑張れ。嘘だろ。待って。嘘だと言ってくれ。あー、豪華じゃなかったか、おけが。誰？
ああ、マジカミ先輩じゃないか。はい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 、持ってない、見たことないもん。たまにはピシッと決めてみようかと。どうかな、俺的にはなかなかって感じ。マジカメっていうのは、あの SNS のアプリのことなんだけど、あのマジカメ先輩はなんかイベントごととかことあるごとに基本的に写真撮ってマジカメ載せてっていうね。あ、クリーム来た、クリーム来た、これ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 、あ、おめでとうございます、出ました、ありがとうございます、おめでとう。はい、いざ導かんですね。へい、いざ導かん、闇の力を秘めし者。待ってました、終わってたよ。え、これもしかしてあれ天井、あ、天井ですか。あ、オッケー。あ、でもこれ豪華じゃないからまだだ、いいですよ。お、ジェイドだ、このジェイド持ってないと思う。あ、だよね、オッケー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 。興味を持ったことはとことん調べたくなるんです、研究熱心なもので。ジェイドマジ優秀だからね、羨ましいんだよな。これぐらい何でもなんかできたらなって毎回。あ、まだか、びっくりした、一瞬そうかと思った、もう焦る。お、ジャミジャミだ、はあ、びっくりした。これで棺桶が豪華だったらもう間違いない、もう完全に我々が追い求めている SSR がやってくる。よろしくお願いします。でパカってドアが開いた時に水色だったらもう自分が欲しいやつ買って。やばいやばい、やばい、テンション、ちょっとテンションだって、テンパりすぎて、ちょっと待って、カミカミになってきた、やばい。来た。え、え、バラを塗ってる途中だったんだが、お前の頼みなら仕方がない。え、あー、奴隷焙煎だった、なんでだよ。パーティーの準備はいつでも完璧でなきゃな。まあ安心して俺に任せてくれ。いや、準備は安心して任せられるけど、違う、欲しかったの君じゃないんだよ。そう、これね、天井当たったからって言って、その自分が欲しいキャラクターが出ると限らないんだよね。ガゼによったら天井も決まってるやつあるけど、今回のは違うんだよな。マジか、フロイドの時出たからいけると思い込んでた。向こうもね、前回も違かったんだよな。うわー、イデアマジか。ということでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もお願いします。またねー。